こんにちは。こんにちは。今日はですね、今日ですね、なんかね、エストエストエストの、ね、大人の秘密基地、エストエストのマスターが、なんか、ちょっと、今日日曜日なんだけど、ちょっと顔出してくれって言われたんです。ね、なんだろう、ちょっと2人でかしこまって今座ってるんですけど、まあいつものホームグラウンドの ねイタリアのバーだから、まあ、落ち着きやすいんだよ、なんでしょうか。お疲れ様です。あ、はいはいはい、ベルさん、皆さんお疲れ様です。本日ですね、はい、2人に来ていただいたのは、ゼリオチャンネル、登録者数1000人超え、あ、もう1500人です。ありがとうございます。おかげさまで ね、もう本当ありがとうございます。嬉しい、めっちゃ嬉しいです。それでですね、はい、1500人は言ってるんですけど、もともと1000人になったらぜひですね、はい、お祝いでごちそうしたいなと思っていて、今日はですね、定休日なのでもう2人だけのために貸し切りでごちそうさせていただきたいなと、それでお呼び立てしたわけです。普通に日曜日休みだもんね。だからおかしいな、なんかなと思ってさ。ちょうどお昼時ですね。はい。お腹空いてるでしょ。一応空いてる、空いてる。いいの？いいでしょ。お腹空いてるでしょ。空いてる。めっちゃ空いてる。食べたいですか？食べたい。食べたい。ありました。もうエスしかし、何ですか？そこはゼリオチャンネルじゃないですか。はい。お祝いでしょ？いやでも普通にですね。2人がゼリオチャンネルでこうやってね、お祝いだ。食べた、美味しかった、いや、いいそうさまだってね、そんなね、面白みにかけるお二人は納得しないじゃないですか。いや、マスター、気使わなくていいです。ね、マスター、食べられりゃもう勝負だ。それでは、本日の企画を発表させていただきます。企画？何の企画？練ってたの、この企画。実はです、最近実はうちの、メニューもスタイルが少し変わりまして、はいはいはい、パスタが、実はミニサイズというのとラージサイズという2種類にしまして、はい、そのミニサイズを2人で何皿食べれるか、まあ、60g ですので、ちょっと2人でしたら 30g ずつじゃないですか。ちょっとあんまり想像がないから、1皿で1皿大体2人でこう 30g ずつ分けるから、2、3口でパクと。でも俺ほら前大盛りにしてっつってペロって食べるからね、普通の大盛りを。ですよ、ワンコそばってあるじゃないですか、ワンコそばならワンコスパ対決ということでどうでしょう。ワンコスパ食べたらパッて出てくるわけ。どうでしょう、何皿いけますか。お二人何皿いけます。わかりました、2人で10皿です。まだ答えてません。10皿って相当だよこれ。もちろん勝負ですから、もちろん勝負ですから、見事、食べ切りましたら、ボランジェというシャンパンと、シャンパン、イタリアのちょっとなかなかいいワインなんですけど、ロストピチェーノというワインで、ワインちょっと知ってる方でしたら、多分おおって思ってくれる、この2本をお二人にお祝いということで、こんなのプレゼントさせていただきます。ちなみにですね、お二人のことですから、ないとは思いますけど、あくまでも食べきれなかったの話ですから、あんまり関係ないと思いますけど、罰ゲームがあります。罰ゲーム、お祝いで罰ゲームがあった。今日お祝いじゃないでもあくまでも食べきれなかったらの話ですから。君たちこれね、はめられた感がある。ちょっとあまりそこは気になさらないで、まあ悔いからね。そうですよ、会話始めましょうよ。いいよいいよいいよ。はい、はい、大丈夫。ではワンコスパ10皿対決で、よっしゃ、いいよ、こうした盛り上がっていきましょう。今こそ OK。 じゃ早速一皿目を準備いたします。大丈夫でさ、60ぐらいでさ、だからさ、2人で食べるんでしょ、ちょっと私クリーム系苦手だから、クリーム系よろしくで。 OKOKOK。でも何が出てくるか分からんもんね。そうだから、ちょっと対策、傾向と対策をね、とかね。クリーム系は俺がやる。クリーム系と、このほら、ボロネーゼ系とか、チーズ系ね。あと、トマト系と、こういう、ペペロンチーノとか、あっさりしたやつね。ペペロンチーノ、塩味系は任せて。OK、じゃあ、ちょっと、毛が。おぉ、噛み合ってない。来た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 。お待たせしま
最初の一皿、これがミニサイズの明太子と大葉、地層を使ったあのペペロンチーノ。はい、おいしそう。これ10皿ね、結構明太子と大葉のペペロンチーノです。大葉で多く見えてるだけですよ。本当？いや、結構な量あると思う。よし、頑張ります。頑張ります。はい、いただきます。いただきます。さあ、第1等。これも大好物よね、うん、大葉と明太子。ちょっとね、傾向と対策を練りました。戦略出てますね。戦略と思いますよ。もう先にでしょうか。マスター、いただくよ、今日は。お二人のために。ありがとうございます。いただきます。いただきます。これ美味しいんだよね。これもう絶対頼むよね、うん、来たら。どうですか。うまい。いただきます。相変わらず美味しいです。うまい。うん、でもね、明太子がね、たっぷり、うん、ね、でまたアルデンテ感もいいな。なんか、うん、いけそうじゃん。うん、まだ一皿目でこういうのがあるかもしれないけど、多分マスターに悪いけど、勝ち、うん、いける、いけるね、いける、うん、ちょっと余裕じゃん。うん、余裕です、うん、もうこれ開けてこれ飲みながらでもいいんじゃないのか、勝利の確信。やばいですよ、食べきったらと思いますけど、あ、食べきれるとは思いますからね。開けたいところですよ。すっごい嬉しい企画ですね、マスターの。本当に完食ですね。完食です。完食です。ごちそうさまでした。準備させていただきます。来ましたよ。来ましたよ。準備いたします。こちら2品目、はい、第2弾、ベーコンと卵のトマトソースです。うまそう。美味しそう。うまそう。これはでも初めて見るね。初めて。で、第2弾いただきます。いただきます。2種類あるけど、またラベルが可愛いよ。オリジナルラベル。どうしよう、むかつきまんまだから、ちょっとどっちの方が入るか。今まで私行ってたのに、うんうん、私行ってたね。あと2皿ぐらい行ってる。まあ、よかった。大丈夫大丈夫、余裕。いいペースですね。食べ余裕かもしれない。マスター、一人10皿ずつでもよかったかも。出ましたね、おっかりだね。あれね、タバスコ入れた方がいいか、ほらピュッてなるから、なんか入りそうな気がする。なんか活性化してるような気がする。うんうんうん、うん、完食です。完食です。サーモンとほうれん草のクリームソースです。これもうまいんだよ。人気なんだよね。すごい美味しそう。ずれだったけど。うん、これは。お任せします。どうよね。うん、これうまいっていい？いいよ。どうぞ。ね、お皿ね。食べないからね。じゃあ、いただきまーす。これさ、見た感じこんなにして食べるけど、広げると結構。これが結構進む、結構なる。これが勝敗分かれることになるのか。ねえ、すいません。任せて。うん、頼りになるね。食べてから。うん。クリームとほうれん草とさ、うん、もうこの。鮭鮭がもう、
分。この鮭のさ、あの塩加減がクリームとあってすごくいい。今見ててさ、さっきのね、2人で分けててさ、いけそうと思ったけど、今これ1人で食べてるみたい、結構な量っぽくない？これが3回ぐらい食いてればやばいかも。今見てては結構な量だったな。結構多い。大丈夫、気になる、いけない。いけるよって言ってくれた。もうちょいです、釣りを頑張っております。完食。すごい。やっぱクリーム系はくるね。9皿目だって。いや、4皿目ですよ。まさかそんな本日の試合のマスターです。頑張るよ。懐かしくなりたいと思います。ぜひ。でも辛そうな声になってますよ。いやいや全然。じゃあもうあの分けなくて、これはもう私がまた行きます。行かせていただきます。このクリームがね、どうたまるかなんだよ。さっきじゃあいただきます。なんかすごいいっぱい入ってた。うまい。うん、シチューをちょっと濃くしたから。うん、これはベーコンが入ってるからね。ベーコンの塩気がまたちょっと効くんだ。でね、玉ねぎも入ってる。シャキシャキする。うん、これは前なかったよね。うん、新しい新メニュー。すいません。また2皿食えそうでしょ。食べれそうでしょ。
チルだったらいけるよ。今のとこ私余裕なんだけど、うん、あとクリーン系がいくつ出てくるかもまた問題で。おすすめのパスタなんで何が出てくるかもお楽しみなんですよね。あ、うまいわ。こうやってあの噛んだ時のあのシュッてシャキッとしたのがいいよね、うんうん、美味しいよね。完食です。そしてすかさず7皿目、はい、こちらはしらすのペペロンチーノになってまして、うん、ちょっとあのボッタルガ風味っていうのカラスミが少しパウダーがかかっているので香りとかちょっと味にも、うんはい、シラスのペペロンチーノこれいいかも。カラスミがカラスミ風味、うん、カラスこの黄色のカラスミがもうほら香りがすごいよね、うん、もうこれ長さ目ですからもう見えてきましたね。そのシャンパンとワインがもう大丈夫じゃないシラスがさ、たっぷり入っててシラスが好きなんだよな。香りがすっごいいい香りする、うん、このカラスミの香りなんだろうね、うん、乾物を焼いた香ばしいさ、うん、いただきます。お願いします。うんね、おいしい、うんうん、おかずになりそうな味だよね。その表現はまずおかしい。あ、そう美味しい。しやすくおかしみマスターまだおかしみないなただいますぐはかりのことはおかしみの風味かな。うん、おかしみだと思う、うん、こんな感じで風味あとは私がいただきます。どうぞどうぞ。いいですよ、どうぞ。来ます？来るってよ。はい、頑張って。来る、きっと来るってやつで。お、おかしい。はい。おかしい。そうそうそう、なった方がいい。いいよ。え、何もう何来た？何でもないです。人生で初めてかもわからん、今度食べたいろんな種類を立て続けるね。うん、でも本当この、なんていうのこの企画ないと、こんないろんな種類を食べないよね、うんうん、ある意味、やっぱりね、マスターに感謝だよね、うん、こういう祝い方してくれるって、ほら、うん、なかなかね、自分らの、あのチャンネル的にセンスがある、うんね、こういう、うん、こういう企画って、うん、ね、うん、ありがたい、ありがたい。おう、
店の人気メニュー、ツートップといったら過言ではない。1皿目はこの9皿目ですね。これが9皿目。ズワイガニの不気味のクリームソース。すごい。ズワイガニって、はい、クリームソース。すごい。クリームソース。ズワイガニ入りだよ。すごい。これはクリーム系？完全なプレゼントです。少しは最後、うちの一番の人気メニューは一番の人気メニューでっかい。いただきます。それはあと2回、あと2回。すごいすごい。これは詰め入りだよ。取ってこれ、ね、カニ。カニハムじゃないよ。あとは人気メニューから、もしかしてカルボナーラに。これもちょっとカルボナーラっぽい感じ。うん、うん、でも味はカルボナーラ、うん、でも麺が違うから、うん、すごいですね、やっぱりプリン。あとは表情がないですけど。美味しくないですか、そんなに。美味しいんだから。すごい、声が小さい。声が小さい。本当に声が小さい。味はうまい、美味しいんだけど声が小さい。美味しくないの？美味しい。してるよ。めっちゃ美味しいんだけど、喜べない。素直に喜べないっていう。いや、あくまでね、このパスタを紹介していただいて、とても嬉しいんですけど、なんか、このパスタに関しては、見てるから、あんまり頼みたくなくなるんじゃないですか、その食べ方が。何やってくれるんだよ。何言ってるか全然わからない。カニがいっぱい入ってるもんね。うん、このカニがさ、ぴょん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 生きてるね。カニ、くぐってあるよね、うん、この中に入ってる、ほぐしガニが、うん、めっちゃ美味しそうって、美味しそうだよ、うん、何、空を仰いでるの。クリーム系が来るね。どこに、どこにって言います。ちょっと私まだ涼しい顔してる。おいしい。ノリが悪いですよ。あの、あれだよね、お腹ってさ、余裕余裕余裕って思って急にグスッドーンってくるよね。まあ、階段を登っててさ、結構カカンってなった感じ。最後の10皿目、はい、当店オープン以来からの一番人気ではあります、エビとほうれん草のトマトクリームソース。トマトクリームソースがお客さんが迷った時にはこちらをどうぞと。ちょっとほうれん草を下の方にありました。こちらが、私いける、いけますよ。2人で最後これを、はい、もうガチンコ勝負ですから、はい、やらせなし。本当にこれサービスしますから、はい、ぜひ。目死んでますけど。いや、生きてるよ、生きてる。急にこのカニを食べてる時に最初に。カニ爪が目を分けますか。爪が甘かったな。爪だけに。素晴らしいです。ジュースは全部出せました。まずはすごい無言だし、ノリ悪いし、嬉しくないな。めっちゃうまい。お、行きました。キューサルの完食。エビとほうれん草のトマトクリームソース、はい、はい、
10皿目です、はい、10皿目エビゴロゴロです。どうぞ。はい、ありがとうございます。ごめん、まあ、はい。すごい、このエビがプリプリっぽいよ、うん、ここまで来たら食べてほしいですね。いけます、いきます。無言ですけど大丈夫。ちょっと休憩してからでよ。そうですね、休憩するとどんどんどん沈んでいくと思いますけど。どう、いける、いける、いける。あ、こんだけ。え、そんだけ全部ある。たった30g ぐらいじゃないですか。30g しかない。実はさっきからさ、お腹に溜まってんの。どんどんどん溜まってくるね。大丈夫、私にはあのワインが待ってる、シャンパンも待ってる。そうですよ。美味しいよ。これね、お祝いというよりもね、すでにもう罰ゲームを待ってる。そんなことない。なんでいい草。失礼な。ごちそうになっといて。だよね、ありがたいことだよね。二人のために、お腹が空いてるお二人のためにですね、本当は。ありがとうございま すよ。ここまではお腹空いてない。特にね、エビはね、エビはやっぱり日本人にとってね、なんかこうやっぱり残せないアイテムの一つですよね。どんなにお腹いっぱいでも、それでも、ちょっとエビ残ってるぞって、ね、そうそう、食べてから。ね、麺の気持ちを考えたことあるのかという話ですよ。そうやっていつもね、嫌われてね、うん、でしょ。麺の中にごめんって言うわけにいかないわ。食べてくださいよ。今見ているタムネスでリスナーの方は、あとそれだけじゃないか、頑張れゼリオさんってきっと応援してると思いますよ、間違いなく。そうよ、あのみんなスマホをゲットした方がいいですよ。本当このもうこれがね、もう大盛りに見える。本当にあのテレビでさ、大盛り、あの大食いなの見てさ、あとちょっとあとちょっとで優勝なのって言うけど、ごめんなさいっていう気持ちが。YouTuber の人でもいますよね。やった方がいいよ。鏡見たらもうあと一口でしょ。そう、いけるよって。多分後から自分たちが見てもきっと思いますよ。うん、あのあれ頑張ればいけたんじゃないとか。いける、いけるよ、いける、いける、いける、君ならできる。はい。僕もぜひね、祝いであげてるわけですから、残されるって寂しいものですよ、作ってる人間がね。完食してですね、僕もうれしかったな。またね、一番人気のメニューって言った割にはね、全然美味しそうに見えなくて、誰も注文してくれないんじゃないかなってちょっと不安にはなってきましたけど、今見ていて、もっと美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいから、麺の気持ちになりなさいよって言ってるじゃないですか、先ほどから僕は。一番人気。一番人気。子供でもそんな食べ方しないですよね。180ぐらい。本当に。せっかくの声だからね。そうですよ。僕はね、本当登録者数がこんなにもうね、本当はもっと時間がかかるんではないかと思ってたのが、わずかですね。この、はい、感動したわけです。感動の量がこれですよ。感動しすぎ。感動の量がね、半端なく多いというのは。嬉しくないです。嬉しくなった。嬉しくなくなってきた。嬉しくなくなってきたんですか。いきますよ。もうこれも言っていいかと、もう多分分けたらダメかも。どうしたんですか、なんかその まずいんですか。めっちゃうまい。
めっちゃうまいんで、この麺がさ、本当に来るね。来ますね、やっぱりね。それはもうきちっと食べないとね。そうですよ、麺の気持ちになったらね、いつも残されてる。ごめん。そういうことです。食べてもらっていいですか、だから。まことじんすいまめはい、ですか。余裕ありますね。はい。10皿目いきます。はい。ラスト一口。おお、素晴らしい。すごい。本当に10皿。私がラストじゃないけど。完食。ありがとうございます。素晴らしいです。僕も店長費をね紹介していただいてとっても嬉しいですよ。本当にありがとうございます。ごちそうさま。僕はね感動しました、また。さらに。よし、ミニピザ 何皿いけるかやりましょう。じゃあの感動もういいです、今日は。ミニピザ、ミニピザいきましょう。そちら2本をお二人にいただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。オランジェンゲート参りました。ありがとうございます。もう勝ったぜ。素晴らしいです。本当にでも登録者数1500人おめでとうございます。ありがとうございます。これからも頑張りましょう。